アルファロメオです。夜間走行ではありません、トンネル走行でございます。あえてですね、暗いところで撮影してみました。このようにですね、視界も良好で、風害もなくですね、絶好調のまま走っております。カメラが良くなりましたので明るく見えますね。シフトノブもいい感じで、エアコンの方もですね、しっかり効いております。ショックがですね、ポニーのショックですね。なので程よく硬くなってると思います。ノーマルと比べると結構硬いのかなっていう感じがしますけども、乗り慣れるとですね、このぐらいがやはり走りごたえがあるというしっかりした足回りになっております。もちろんですね、イオンとかコロコロとかそういうのも出ておりません。あとはですね、アルミの方オーゼットレーシングですが、こちらがですね、目いっぱいハンドルを切ると、ちょっと当たるかなと。もともとですね、軽の方が半径というか丸径がですね、少ないと思いますんで、イタリア車の方はですね。ですので、この辺は細かなドライビングテクニックが必要になってくると思いますね、切り返しなどは。はい、あとはですね、ライトの方も今こちらつけておりまして、しっかりついてますね。もちろんですね、車検がもともと22年3月まであった、20年の3月、去年ですね、整備済みだった車両でございまして、そういう点でもですね、そのままもう乗れるという状態はあると思います。それで、車検証ではなくてですね、失礼しました、記録簿の方、14年から残っております。14年からですね。でタイミングベルトの交換歴ももちろんございますが、4万キロ、5万キロでしたかね、そのぐらいの距離でしたので、やはり交換が必要になってくる時期かもしれません。そのぐらい、やはりランチ車と同じと考えると神経質に乗らなくてはいけない車ではあるということで、テスト走行、高速道路ですね、今環状線を走っておりましたが、無事、不具合なくですね、そのまま、ちょっと車高低いかなと思うんで、車検の時にもし、落ちちゃったらちょっとどうしようかなっていう感じではあります。よろしくお願いします。自動車でございました。左の高速の撮影は非常に疲れます。